大分県立大分上野9高等学校は、大分県大分市上野92丁目にある県立高等学校。上野が他と間違えられることがあるが、正式な校名には、家の字は入らない。通称は、上野、上高。大分県下で最も長い歴史を持つ高校として知られる。2016年度大学合格者数は、国立大学が九州大学53名。 大分大学38名、広島大学23名、大阪大学22名、熊本大学22名、東京大学11名、私立大学が立命館、大学30名、福岡大学29名、西南学院大学22名、早稲田大学20名、明治大学17名、慶応義塾大学14名、同志社大学14名であった。 九州や西日本の大学の合格者が多いが、首都圏の名門大学にも一定数の合格者を出している。2年次では、文系、理系にコース分けされている。3年次では、入試科目に応じて、文系では、地歴1科目型、2科目型、国、地歴 A3 強化重視型の3コースが設置されており、理系では、理科2科目型、2次4強化型、 理科3科目型の3コースが設置されている。2018年度より、九州大学の入試形態変化に伴い理系の理科3科目型は廃止される。2006年度からは、朝学習が始まり、生徒は7時40分に登校し、7時45分から8時25分の間の40分間授業が行われるようになった。内容としては、問題演習。 またはテストが原則となっている。2018年度から廃止され、生徒は8時までに登校8時15分より1次元目開始となる。2006年10月26日に必修科目とされている地理と歴史を大学受験のために履修させていないことが明らかになった。学校側は謝罪し、放課後や冬休みに補修が行われた。 毎年9月に3日間をかけて行われる上高の大イベントである。前半2日が文化祭、後半1日が体育大会である。文化祭、編集1、2年生の各クラス、部、同好会がステージ、中庭発表、または展示などの出し物をする。ただし、出展などは禁止されている。他に演奏、中庭祭り、クラシックコンサート、生徒会企画、 展示等が行われる。平成18.19年度は校舎の耐震補強工事のため、中庭祭りは名称、場所を変更して行われた。体育大会、編集一般的な競技が中心である。練習も入り退場の練習が2回しか行われない。また、練習が確保できない競技も多い。例年13時頃に終わることも多いが、15時頃まで行われることもある。 クラスマッチ、編集毎学期の期末テスト終了後に開かれるスポーツ大会である。学年別で丸1日かけて行われる。競技はバスケットボール、サッカー、バレーボール、ソフトボールの4種目になることがほとんどである。上野の森クリーンアップ大作戦、編集上野旧高校周辺の清掃活動を毎年1、2回行っている。部活動は盛んであり、 文化部を中心に様々な部門で表彰を受ける生徒が多い。野球部は1948年及び1949年の春と1958年の夏の3度にわたり甲子園に出場している。また2009年の春に21世紀枠で選出され60年ぶりの選抜出場が決定した。生徒会は執行部を中心に生活環境、 文化、体育、保健、福祉、広報、図書がある。また、執行部、専門委員会とは別に、文化祭特別実行会、体育大会実行委員会、行事特別実行委員会、クラスマッチ実行委員会がある。男子の制服は典型的な学ラン。女子の冬服は白ソックスにセーラー服。夏服は独特の水色をしたセーラー服である。 2006年度からは、基本的に、服装検査は実施されないこととなったが、学期の始めと終わり、衣替えの時期は実施されている。2009年度までは、日曜日には通信制の大分県立、広島高等学校の通学日の校舎として、使用されていた。そのため、基本的に、学校行事は行われなかった。通信制の授業に影響がない範囲で模試が行われることはあったが、 教室数の関係から全学年一斉の模試が行われることはなかった。2010年度現在も日曜日には全学年一斉の模試は行われていない。中庭では昼休みに各部同好会によるイベントがよく行われる。なお、各教室には冷暖房が完備されている。前提には戦没動員学トイレ碑が建てられている。これは、 第12海軍航空賞に動員中、事故や空襲の犠牲になった大分中学生の慰霊のために建てられたものである。また中庭にある、記念像、風は1995年、創立110周年に際して、大分第一工場同窓会により寄贈された。ありがとうございます。